今日はアフターシックスで入りたいと思います。もうみんな帰りの写真撮り始めてる。そう、なんか辛いんだけど。なんか大人になったわ、このディズニーの楽しみ方。スキャットルのスクーターに今5分待ちかな。終わりました。だってもう全然いないもん、人。いいね、アフターシックス。間違いない、間違いない。意外と意外といいね。意外といける。ジャスミンのフラインカーペット乗ってきました。マジでね、超良かったね。なんかもう普通に20分ぐらい乗ってたかった感じ。本当になんか今飛んでほしいね。飛ばないね。あ、飛ぶ。夜だって絶対風が気持ちいいよね。マジで気持ちいいし、なんか今気温が13度なので、なんかもっとね寒いと思ってたから厚着してたから、すごいちょうど良かった。乗っててめっちゃ綺麗だよね。めっちゃ楽しかった。じゃあ次行ってみましょう。次はね、どうしよう。シンドバッド行こっか、隣の。レッツゴー。さあ、シンドバッドに来ました。誰もいないですね、本当に。あ、ちょっと2名様いましたけど、誰もいないです、本当に。ね、今5分待ちだけど、多分何にも並ばないと思う。レッツゴー、行ってみよう。誰もいない、誰もいない。あ、ピアスが、私のピアス。あ、私のお茶が。行きましょう。ここから見えるんだよ。信じて誰もいない、誰もいない。皆さん、速報です。貸し切りになりました。なんと、あ、貸し切りだ。おい貸し切りですね。最高か。マジで誰もいないね。上とかに。あれだね、なんで今日こんな空いてんだろう。まあなんかさ、でもメインのアトラクションは混んでるよね、結構。結構だってソアリンとかどれぐらいなんだろう。だってソアリンですら120分だもん今。すごい空いてる。歌い放題じゃん。え？貸し切りだったら歌い放題だよ。そうなの。空高く上げて、水平線の彼方を目指す。はい、ということでシンドバック、シンドバック間違えました。シンドバット乗ってきました。やっぱね、これいいよね。もうこの中の曲が大好きなの、コンパスオブヨハーって曲。めっちゃ良くない？なんか日中に来るより夜来た方がなんか今日一日の締めって感じがするよ。うん、確かに確かに。地は冒険だ、地図はないけれないけれどですよ。あの花火上がってもうさ、最後じゃらだろら。あ、花火といえばもうすぐ花火の時間かな。8時40分からだよね。
今8時15分微妙だね、どうしよう。とりあえずなんか私の花火スポットがあるの、ディズニーシーは。もうね、あんまり人がいなくて今日もいないことを願うんだけど、もうね、カップルとかだったら絶対2人で見れる。マジ？うん、教えてやるよ、ヨッシーにさ。彼女と来る時にさ。だいぶ寒くなってきたね。今あとね、2分ぐらいでスターブライトクリスマスっていうディズニーシーでいつも開催してる花火が打ち上がります。でね、さっき言ったうちのとっておきのスポットがあるんだけど、とっておきのスポットがこちら。ここはね、あえて場所は言いません。ここの背景だけで場所を見つけてください。ここはね、もうここに花火が上がるのよ。で、ちょっと見てほしいんだけど、こっちも誰も人いないのね。誰も人いないの、マジで人いないし、花火が始まってもみんな結構あ花火って言って、そのままここをスルーしてここの端から見るんだよね、みんな。だから花火が始まるとここの端には人がたまるの、けどここにはたまらない。マジでここはおすすめスポット。ほら見て、橋の上。本当だ、人いっぱいいる。ほら、あーでもいいね、ここめっちゃ良くない？こっちの席の方が見えんのかもね、よく。めっちゃ、マジでめっちゃよく見えるよ、ここで。今もほら、誰もいないでしょ。で、橋の上にもあんな人いんのよ。彼氏欲しい。超特等席だ。え？超特等席だ。やばいよね。ね、見て、最初から最後まで誰もいませんでした、ここに。どう、最強じゃない、このスポット。ここ最強だね。だってもうね、ここでこうだもんね。ここだからね、上がってんの。でね、ちなみにこのベンチ、この縦の形になってんだけど、こっちは普通にもうカップルで座れるから、こっちでね、本当は見た方がもうここに上がるからめっちゃ綺麗なんだけど、本当にここ誰も来ないからおすすめ。カップルで来た時どんな感じになる？なに？聞こえない。なにも今ね、花火が終わって、今花火が終わったか、8時50分ぐらいかな。あと約1時間で閉まります。え、もうだいぶ充実してない？だいぶ良い。で、まあこの後どこに行こうかなって思ってて、なんかさ、そこにね、ドナルドとかミニーちゃんとかのグリーティングがあって、それが今25分待ちぐらいなの。まあそこに行くか、ニモのシーライダーとアクアトピアに乗るか悩むね。どっちにしようかな。どっちの方がいい？アトラクションの方がいい。アトラクションの方がいいよね。あったらトランジットスチーマーラインもあるしね、これも乗るのもありだよね、移動の船だけど。ありだね。どうしよっか。でもこの船乗ったら入り口の方まで行っちゃうから、にも行きましょう。Yeah! ここね、普段はすっごい人気なフォトスポットでめっちゃ人がいるんだけど、今日はゼロ。ここね、インディ・ジョーンズのところなんだけど、みんなこの上に乗って撮影してます。一応ね、この上ね、ルールとしてはまあ靴で上がっちゃいけないんだけど、脱いでな。ガチか。だからなんかまあこうこう座って、まあ、靴つかないように、はいはい、こうしたりとかね。じゃあちょっと靴つかない写真撮り方選手権やろう。靴つかない写真撮り方選手権ね。まあね、こんな感じでね、みんな足をつかない方法はいっぱいあると思う。これこう、もうこう上げたりとかね、いろいろこうやってできるから、これでね、工夫しながら映えを狙ってみてね。グッチ、ほい。
降り方ダサすぎ。ではやってまいりました、ニモ&フレンズシーライダー。これね、かわいいんだよね。行きましょう。10分前後、かなり空いてる。見て、これ多分10分もかかんないと思う。こんばんは。はい。これはね、ワンチャン一発で入れる可能性なくもない。かわいいよね。いいね、エモいね、景色が。今絶対立って何もねえなって思ったでしょ。何がエモいか。こっち見て、あエモいなってなんだけど、こっち外があれ。では乗っていきたいと思います。あとでね。はい、ということで乗り終わりました。楽しかったね。しかもさ、なんか前にケイディさんが言ってたみたいに、なんか32種類やるって言ったっけ。結構今回違ったね。ね、今回全く違って、最初から本当に何回乗っても楽しいと思うし、もう待ち列全然少なくって、5分ぐらいで入れたかな。ラッキーです。次、目の前にあるアクアトピアでも乗ります。これね、行こっか。5分待ちらしい。アクアトピアの5分待ちは何分待ちなのか検証していきましょう。何分だろう。もう全然ガラガラだね。でも意外とね、ニモ&シーライダー乗り終わった人そのまま来てるね、みんな。次のボートで案内します。荷物よかったら開けてもらえるのですか。はい、さあ、一人で乗りましたと。見えてますかって、このカップルに挟まれて一人で乗る私の気持ち。はい、クリスマスにね。これはでも本当にね、真顔で乗るしかないね、本当に。しかもね、周りからね、めっちゃ変な目で見られてるしね。おお、おお、なんか悲しいんだけど、一人で乗ってんの。やだ、なんかちょっと、3人組の女の子とちょっと向かい合っちゃって。綺麗だね。うわー、おー、JK の隣で、私は一人で悲しいわ。寂しいですけど、悲しいわ。一人で。おお。ただいま。楽しそうだったじゃん。満喫したよ。そこの噴水のところは面白かった。何、噴水のとこって。どこどこ。もう閉園20分前。だいぶ満喫したね、アフターシックスね。じゃあこの電車に乗ってアメリカンウォーターフロントに行きましょうか。あー、素敵。はーい、いいね。これでまあアメリカンウォーターフロントまで行って、そこから景色見ながら歩いて出口まで行くか。素敵な一日でした。ちょっとアクアトピアで目が回ってるけど、はい、はい、本日はディズニーシーエレクトリックレールウェイをご利用いただきありがとうございます。安全のため走行中は立ち上がらないようお願いします。それでは、あ、終わっちゃうね、もう1日が。アメリカモーターフロントのだいたい今4時間、だいたい3時間半ぐらいか今ディズニーの中で。だいぶ充実だね。
ばい、めっちゃ綺麗だよ絶対ここ。めっちゃ楽しかった。扉開きます。ご注意ください。綺麗ね、ここめっちゃ綺麗ね。住みたいなディズニーに。マジで。やばいよあれとか。ウォーターフロントということで、ね、もうすぐ閉園の時間なので、ここからこういうね綺麗なライトアップとか景色を見ながら歩いて出口の方へ向かいたいと思います。 Let's go。 出口こっちかあ、でもこっちから行くか、綺麗だから綺麗だね。確かにどっからだろう。めっちゃ綺麗やね。いやこれはもう最高の一日の終わり方だ。間違いない。めっちゃ綺麗。そう、この時間にさ、このゴンドラに乗ると見て、もう通過するわけ、そこだから、この時間めっちゃこの綺麗だから、はい。ってことで、ディズニーシーのアフターシックス、マジで楽しかった。楽しかったね、普通にめちゃくちゃ楽しかったし、全然例えばみんな学校帰りとか仕事帰りとか来ても全然いいと思うし、もうとりあえず楽しかったからまた来ます。本当にね、今日は素敵なアフターシックス、素敵な4時間ね、最高な1日の終わり方、本当にもうこんな綺麗な景色を見れて、なんかあんまり有名どころのアトラクション乗んなくてもね、うんね、なんかもう変な話、歩いてるだけでも全然楽しいし、でも結構アトラクション乗ったよね。6個ぐらい乗れたかな。主要ではなかったけど、それでも全然十分だっただからね、また今度はね、これのねランド編とかもできたら楽しいかもね、ランドバージョンとかね。じゃあ今日は今から家に帰りたいと思いますということで、バイバーイ。